皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。5分で学習中算数学、今回は平方根と混合について説明します。その前にちょっと前回の復習をしておきましょう。復習の丸1、49の平方根は、これは2乗したら49になる数は何ですかということでしたね。これはプラス7とマイナス7、合わせてプラスマイナス7、こんな書き方をしましたね。丸に81の平方根は、これはプラスマイナス9ですね。では今日の平方根と混合説明に入ります。 A が正の数の時、 A の平方根を混合、マークはこんなマークを書きますね、印ですね。これルートって言います。これを使って正の方をルートのこのマークを書いて中に A と、これでルート A と呼びます。そして負の方をマイナスをつけてルートを書いて中に A、 これでマイナスルート A とこう呼びますと表します。この2つをまとめてプラスマイナスルート A、 こんな風に表すんですね。では例で実際にやってみましょう。丸1、2の平方根は、ではまとめた回答でプラスマイナスで混合のルートを書いて2、これでプラスマイナスルート2と読みます。丸2、0.8 の平方根は、小数でも同じです。プラスマイナスを書いてルートを書いて中に 0.8 です。でプラスマイナスルート 0.8 ですね。丸3、11分の2の平方根は、分数でも同じですね。プラスマイナスを書いてルートの記号を中に11分の2、これでプラスマイナスルート11分の2と読みます。はい、0の平方根は、ここで引っかからないでください。0は正の数でも負の数でもないんですね。ここで A が正の数の時ってありますから、0の平方根はルートを使いません。0だけでしたね、前回学習しました。こうなります。で、4の平方根といった場合、ルート4とマイナスルート4、こう表せるんですけれど、ルート4、これ2乗したら4になる正の数ですから、これは2のことですね。で、マイナスルート4、これは2乗して4になる負の数ですから、これはマイナス2のことです。で、こうやって混合を使って表した数の中には、混合を使わないで表しているものもあるんですね。では例を使ってやってみましょう。例の丸1、プラスマイナスルート9、2乗して9になる、2つの数ですね。これは3ですから、プラスマイナス3とルートを使わないで表せます。2、プラスマイナスルート1、2乗して1になる数、プラス1とマイナス1ですから、これはプラスマイナス1ですね。はい、丸3、プラスマイナスルート25、2乗したら25になる正の数と負の数、これプラスマイナスの5ですね。ですからプラスマイナス5というふうに、ルート、ね、混合を使わないで表すことができます。分数も同じです。プラスマイナスルート1/4、2乗して1/4になる数は1/2ですから、これはルートが外れてプラスマイナス1/2と混合を使わないで表すことができます。よろしいでしょうか。今日はこの混合の使い方、ね、混合を使った中には混合ルートを使わないで表せるものもあるということ、これを覚えてください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。
皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。